フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める今井沙和です。本日は M&A 業界で働くをテーマに編集部の寺崎さんとお届けしていきます。寺崎さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今回のテーマ、M&A の仕事をしたいならということなんですけれども。はい。これね、そのまんまのタイトルの、電子書籍が、4月の20日に発売になったもので、今日はちょっとそれに関して、いろいろお話してきたらなと思ってます。はい。で、これM&A 業界で働くっていうタイトルの本で、1点ご注意があって、これ紙の本ではなくって、Kindle 限定です。Kindle 限定なんですね。うん、いわゆるね、業界ではボーンデジタルって言うんですけど、まあ、略称して我々ボンデジボンデジって呼んでるんですけど、はい、私はじめ、鳥の部位か何かかと思ってしまいました。ぼんじりね。まあ、ぼんじりか。ぼんじりだった。うん、これはぼんでじ。ぼんじりじゃなくてぼんでじ。すいません。うん。で、まあ、ちょっと、例えばなんですが、まあ、企画の趣旨の前にですね、ちなみに私たち年俸制なんですけど、年俸交渉を毎年やってるんですよ。年俸交渉してるんですね。そうで、そんな感じなんですけど、その年俸とか年収って、人の年収って気になりますよね。気になります。よく、業界ごとにいくらの年収なのかなみたいな、平均年収調べたりしています。ああ、ですよね。で、ちなみに、日本人の民間給与実態統計調査っていうのの国税庁の資料によると、はい。日本人の、給与総額、いわゆる給料と手当と賞与プラスした合計の平均値はいくらぐらいだと思います？それは、税金とか天引きされる前ですか、後ですか？天引きされる前だね。うん。じゃあ、額面でってことですね。そうですね。そうすると、おそらく大体、こう、月30万くらいで、ボーナスが30万から50万なイメージがあるので、まあ、450万から500万ぐらいかな、と思っております。なるほど。いい線ですね。まあ、これ、統計基準によって、いろいろ上がったり下がったりするみたいなんだけど、この国税庁の資料によると、532万円。532万円なんですね。うん。まあ、これ高いか低いかっていうのは、まあ、人それぞれだと思うんですけど、僕はね、毎年なのかな、東洋経済オンラインで、サバちゃんも見たことあるんじゃないかな。平均年収全国トップ500社最新ランキングってご存知ですか？はい。存じ上げております。うん。これね、やっぱ矢島根性でね、いつも見ちゃうんですけど、これまでね、年収ランキングの王者っていうのがキーエンスだったんですよ。はい。ただ、ここ数年ですね、このトップに躍り出てるのが、M&A キャピタルパートナーズっていう会社なんです。抜いてきましたね。うん。で、これ、企業の M&A 仲介業なんですけど、実はね、このトップ20以内を見ていくと、1位が、この M&A キャピタルパートナーズさん。で、9位がストライクっていう、これもね、M&A の会社なんですけど。うん、で、14位に、日本 M&A センターホールディングスっていう会社が入ってるんですよ。この、M&A 業界の企業が、今ね、編集年金ランキング上位の常連になるんです。ちょっと前とは、ガラッと様相を変えてきましたね。そうなんですよ。で、僕なんか、M&A っていうとね、やっぱ企業の買収合併っていうと、一昔前のハゲタカファンドみたいなイメージがあって。はい。なんか、まあそんなイメージなんだけど、実はね、今ってそうじゃなくって、結局ね、M&A 業界の企業がこう、上位ランキング入っていく背景には、企業の事業承継問題があるんですって。そうなんですね。事業継承問題。そう。つまり、創業社長が引退したん、したい、したものの、会社を継ぐ後継者がいない。で、どうするかというと、他社に売却するっていう、そういう事案がね、半端なく増えてるそうです。
で、実は僕も以前在籍した出版社がね、創業社長が創業した会社だったんだけど、まあ引退するっていうことになって、で、副社長がいたんですよ。で、副社長が引き継ぐのかなと思いきや、まあ、某、会社に、丸々億円で売却したっていうケースがありました。副社長、社長にならずに売却になるんですね。で、副社長がね、一応社長になったんだけど、はい。売却しちゃったから、オーナー社長じゃなくて雇われ社長だったんで、うん、まあ、なんかね、親会社からいろいろ言われて大変そうでした。あらららららら。まあ、まあ、それはそれとして、で、企業のその買収合併を調整して、まあ、A 社と B 社っていうものをこう、結婚させるみたいなね、お仕事がこういう M&A 仲介業なんですけど、うん、とにかくやっぱり、まあ、想像するとわかるように動く金額がすごい大きい。で、それに加えて、アドバイザリーフィーっていうその、まあ、手数料ですよね。それを、会社を売る側と買う側の両方から、お金をもらうので、結構ね、売り上げも大きなものになるのかなっていうのを僕は想像してます。そうじゃないと年収ランキングで1位に躍り出たりしませんもんね。そう、そうなんですよ。で、やっぱりね、年収、平均年収ランキングトップクラスの会社だから、各業界のね、優秀なトッププレイヤーたちがここを目指してくるみたいなんですよ。そうなりますよね。以前はなんか商社がおそらくトップに入ってたと思うので、商社に行くとすごく優秀みたいなイメージがありましたけど、今はそれが M&A 業界になってるってことなんですね。そうみたいです。本当にね、それこそキーエンスのすごい営業マンが M&A 業界に行ったりとか、まあそういう話を聞きました。うん。で、ただ、こういったね、すごい熱い M&A 業界なんですけど、紙の本も電子書籍も含めて、まとまった情報を得られるコンテンツってほとんどないんですよ、今。あ、そうなんですね。そう、僕調べた限りではほとんどないんですね。まあ、M&A の、その、なんだろう、専門的な本はいっぱいありますよ。はい。だけど、M&A 業界に新卒として、応募したい、あるいは、転職したいみたいな人が、手に取るような本っていうのがなかったので、で、そういうことがないかもしれません。そう。で、ウェブで検索すればそれこそ断片的な情報は得られるんだけど、まとまった情報がないので、これはちょっとね、必要じゃないかっていうことで、今回この M&A 業界で働くっていう企画を立てたわけです。これはちょっと M&A 業界垣間見たいなんて人におすすめですね。おすすめです。で、著者はね、日本 M&A センター。これこちらの会社さんすごい、老舗の、M&A の業界ではすごい老舗の会社さんで、すごい歴史のある会社です。で、この日本 M&A センターの、方が、2名。著者になって書いていただいたんですけど、まあ、さっき言った、その、こういう本がないから、書いていただけませんかってことで、まあ、電子書籍なんですけど、ってことで、依頼しましたら、まあ、心よくお聞きいただきまして、今回この本の発売が実現しました。で、これね、内容的にはですね、まず、なぜ今 M&A が注目されているのかから始まって、はい。現状の M&A 業界の主要プレイヤーの説明。それから M&A 仲介の仕事の内容はどういうものなのか。それから M&A 業界で活躍するために必要なことは何か。で、最後に、M&A 業界に未経験から挑戦するためには何が必要かっていうことを五章立てで、書かれています。そうすると新卒の人が M&A 業界を知るだけでなく、これからちょっと M&A 業界に転職したいななんて方にもおすすめということですかね。そうなんですよ、まさに。だからもう他の業界でね、すごい、またトップ営業マンの人がね、M&A 業界に行きたいっていう人が、読むにはこれ980円なんですけど、多分、ね、お安い。お安い。そう、たった980円で得られる内容としては安すぎると思われるはずです。うん。うん。で、これはボンデジということで、Kindle 限定になりますかね。
あ、そうなんです。Kindle 限定です。で、前書きを、ノートの方に、ちょっと全部公開してますので、これも、リンク貼っておきますので、興味のある方見てもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。ぜひノートの記事の、前書きの方も、こちらの本の方もですね、リスナーの皆さんにお手に取っていただけたらなと思います。あとね、付け加えますと、はい、読者限定無料プレゼントっていうのも用意してまして、それは何があるんですか？あのね、ベテラン M&A プレイヤーが語る、ここでしか聞けない4つの話っていう動画が、特典になってます。お、これは何分ぐらいの動画になるんですか？うん、これ何分ぐらいだったかな？ 20 分ぐらいだったかな？お、うん、豪華ですね。そうですね。著者の方2人が、対談という形で、なかなかね、M&A プレイヤーの現場の方のトッププレイヤーたちがどういう仕事をして、いるのかっていう素顔がなかなか普段見れないので、本当にこれはね、お願いして作りました。で、ノートの方にもこのダイジェスト版、短いショートムービーがありますので、それを参考に見ていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。最近私の周りの友人も M&A 業界の人がなんか徐々に増えつつあって、でも話を聞いてても全然こう、ちんぷんかんぷんみたいになって話についていけないので、私もちょっと話を合わせるためにもこちらの本ですね、読んでみたいな、なんて思っております。そんな増えてるんですか？多いんですよ。この間企業を売却してさ、みたいなことを言って、あ、すごいね、みたいな、なんかそういう感じの、大した返事ができないので、ちょっと話についていけるように、こちら見ていきたいな、なんて思っております。まあ仕事としてはかっこいいですよね。そうですね。なんかやっぱり結構、どうしようもなくなって売るっていうような判断で来るので、すごく感謝されたりするのが嬉しいなんていうふうに、友人は言ってましたけどね。うん、本当に、ね、やりがいのある仕事だってことはね、私も今回ね、この本の取材とか、本を実際に読んだり、その実際に、動画の立ち上げいろいろお話聞いたりの中でね、実感しました。それこそ、かつてのハゲタカファンドみたいなのが全然違いますね。本当に、なんか、うん、それこそ結婚相談所に似ているのかな、なんていう感じがしましたね。なるほど、そうかもしれない。うん、なんか、A さんと B さんで、どの相性がいいのかなっていろんな組み合わせを考えて引き合わせるみたいなこともしているなんておっしゃってたので。はい。なるほど。私もなんかその似たような話をお聞きしました。はい。ということで、こちら M&A の仕事をしたいならということで、ぜひお手に取っていただけたらと思います。本日は編集部の寺崎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてくださいね。また次回もお楽しみに。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。